はい、皆さんこんにちは、こんばんは、神田ゲームスです。まあ、本日はアセットコルサをやりながら、まあ、今年ね1年振り返ってみたいと思います。まあ、今はね辰巳のパーキングに来てるんですけど、まあ、こう自分の車この GTR ですね、 GTR の横にセンチュリー、なんかすごい並びだなこれなんか適当に選んでぶち込んだのでこんな感じになっちゃいました。よいしょ。ではでは行ってみよっかね。よいしょ。いや毎日ね寒い日が続いてますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ結構雪がすごいみたいですけど、皆さんのところは雪大丈夫ですか。まあ、私のところは浜松なので雪があんまり降ることはないんですけど、まあ、かなり風が強くて寒い日が続いてますね。まあ、東京もなんかちょっと雪景色みたいになってますけどねいや本当マジで寒いよね。隙間風とか入ってきても寒いもん特に今この場所がもう目の前が窓なわけですよ。だからね隙間風が入ってくるんでかなりね寒いんですよね。いろいろ対策は練ってるんですけど、それでも結構寒くて、なのでまあちょっと気合を入れてやんないといけないんですけど、今年もねもう12月28日、まあ今日28日なんですけども、もうあっという間にもう1年が終わってしまうなっていう感じがしますね。でも今年1年ちょっとおかげさまで、まあ動画の投稿も頑張ってるおかげでチャンネル登録者数もまあ本当にわずかわずかながらにもこう増え続けてって、まあ500人はオーバーしてるので、もうちょっと頑張りたいなと思ってるんですけどねとりあえずのところ目標1000人なんですよ。まあよくもまあね、ただこうゲーム動画を垂れ流ししてるだけでそんだけチャンネル登録していただけるなっていうところがちょっと感心するんですけども、まあ本当皆様のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。まあ今後もね、まあ来年に向けて、まあ、もう少しいろいろねやっていきたいなと思うんですけど、まあ相も変わらずって感じですかね。ちょっと年末はねちょっと忙しくて、まあ動画が投稿できない日があったりとかあって本当ね申し訳ないんですけど、なんかしんだけどやっぱ12月ってなんか忙しいですよねなんか別に仕事がそんなに忙しいわけじゃないんだけど、なんかこう別の用事でなんかバタバタと忙しい日が続いてるんですよね。なんでなんでしょうねそれまではね別に大したことないのに、なんでか知んないけどこう年末に近づくにつれてだんだんなんかバタ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 忙しくなっていくっていうのがねちょっとよくわかんないんですけど、まあでも今日で一応仕事納めはできたのかな。まあ私の場合ちょっとね仕事がフリーランスの仕事なんで、まあ無理やり年末年始はねお休みにしてるんですけど、で海外相手にこう仕事することが多いので、まああんまりねこう日本人みたいにこう正月休みっていう感じが海外だとあんまりないですから、ね、いきなりちょっと2日からちょっと仕事どうだみたいなこと言われてもいやちょっと無理だわって日本人は正月休むねってで正月しか長い休みないね、だから正月は休むよってまあせめて5日か6日からにしてくれよって言うんですけどねまあじゃないと本当ね2日とかねひどい時はもう1日から仕事させられたりとかねする場合もあるんで、無理やりね休みにしないと。
まあ仕事があるのはねすごくいいことなんですけど、まあ、ちょっと正月せめて三が日は休ませろよっていう感じですよね、日本人的にはね。まあ三が日3日間じゃやっぱり少ないですけどね。まあ今回ねちょっとあれウインカーついてんな、これか、まあ、ちょっとウインカーのねボタンがねどれなの、あれどれだっけ、 これハザードになっちゃったこれウインカーどれだっけ、ちょっとボタンがいまいちねまだこれクラッシャーボタンがねまだ覚えてないんですよねハンコを変えたじゃないですか、なんかめっちゃ蛇行運転してるけど、よいしょ、これどうしたらいい、危ねウインカーついてんのどうやって消すんだろうどうやってやるんだっけな、どれだっけな、どのボタンに設定したんだっけ、これライト、これ何、これどれどれ、ユーロとかメトラはねもうねボタン配置はもう決まってるんでもう全部覚えてるんですけど、アセコールだけはねなんか覚えられないんですよね。これおかしいな、これこの辺で設定したと思うんだけどな、違うのかな、ずーっとハザードついてるんだね、これどれだ、この辺じゃないの、あ止まった、あこれか、 L3 だ、 L3 だ、よかった。まあ、なんで今回アセットコルサやってるかっていう理由なんですけども、アセットコルサまあ久しぶりだからっていうだけの理由ですねまあアセコルもね少しねこう動画出してるんですけど、まあニュルばっかりだし、まあねニュルこう走ってるとこうトークできないんですよ、ガチで走るとこう喋っちゃうともう絶対どっかでクラッシュするんですよね、だからねなんかもうガチモードになるからね喋れないんで、だからニルではないんですよね今回、まあ一子をね、まあ、ドライブしようかなみたいな、こう雪化粧のこの東京をねこうちょっとまあ次期 GTR なのかわからないですけど、あ R50 でしたっけこれ、何でしたっけそれすら分かってないまあそれでねちょっと走ってるんですけど、ほんとねまあ年末年始移動される方はねまあ結構事故も多いので十分に気をつけて移動してください。まあ今年は結構移動する方多いのかな、こう帰省される方も多いんじゃないのかなと思うんですけど、どうなんですかねまあ、でも去年なんかはねなかなか多分帰れなかったと思うから、やっぱり帰省される方は帰りたいですよね、こう、まあ、うちの場合は近くに両親がいるんでねポイって行けるんですけど、まあ、なかなかねこう遠い方だと東京から来るなとか言われそうですもんねこの時期だと、年末になるとねこう湾岸走ってると思い出すのが、まあ昔の話ですけど、まあ3人 GTR で31日に走り納めだっつって湾岸、まあ首都高から湾岸出てゆりかもめに出たんですけども、でまあ空いてるわけですよねゆりかもめも、でその当時まだ結構高い料金の時のもういくらだったか忘れちゃったけど、なんかゆりかもめってできた頃ってゆりかもめじゃないやアクアラインだ、アクアラインなんでゆりかもめになっちゃったんだアクアラインですよ、アクアライン、あできた当時って結構高かったじゃないですか、だからあんまりこう走ってる人もいなかったんですよね、でまあ調子こいてまあその頃って首都高とか、まあ、走り回ってたんですけど、まあ、年
末だし走り納めはアクアラインに行こうと思ってアクアライン行って、でまあもうね時効だから許されるかもしれないですけど、まあ、前回アタックをしてたんですよね。そしたらちょうどトンネルの真ん中あたりかな、真ん中あたりでねボンって言ってエンジンブローしたんですよね。でボンって言った瞬間ルームミラーを見た瞬間こうおそらくまあコンロットかまあピストンか分かんないけどカランカランカランってこう飛んでいくのが見えたわけですよ。うわマジかやっちゃったよと思って、で本当そのまんまこう惰性で、で行けるとこまで行ってまあこう避難所があるとこまで行って、でもただねオイル漏れちゃってるからあんまり走りたくなかったんだけど、でもそのままこうスーってこう止まってって、でチーンってなるわけですよ。こうもうエンジンがねかかってないですから、で車も走ってないからシーンとしててトンネルの中が虚しかったですね。あれはね今でもよく覚えてる。それでもとりあえず友達に連絡してで車で来てもらって、まあね積載車持ってないんでとりあえずまあ車をね飛んでるから出そうってなって、でゆりかもめのパーキングまで行って、でとりあえずまあオイル漏れもねほとんど出ちゃってるから、まあオイルはこうちょっと下にねこうブルーシート持ってきてくれたんで、こう下にこうなるべくねこうもう垂れないようにカバーして、でそのまま今度 U ターンして、で最終的に浮島にねこう降ろしてもらって、まあそこで積載を呼んだんですけど、いやーほんとね虚しい年越しでしたねあれは。ほんと絶対多分忘れることないであろうという年越しですね。まあそんな経験もしましたね。まあ、今はね、まあ、全然もう走りとはもう全然無関係な車に乗ってるんで、もう今はもうシミュレーターだけですね。もうでもシミュレーターだけでも十分あれですね、こう走ってる満足度合いっていうのはありますね。まあもちろんね G が感じられないとかそういったのはあると思うんですけど、まあそれでも面白いですよね。まあ、十分走ってる感覚はあるんで、まあプレステとかでやってるとねやっぱりちょっと違うなって感じがしてたんですけど、そのグランツーリスモとか昔ねこうまだゲーミングパソコンを持ってない時に、まあプレステでこうレースゲームとかね、まあグランツーリスモとかやってたんですけど、やっぱりそういう感覚にはなんなかったですね。まあシミュレーターをまあ、実際こうやってパソコンでやってみて、まあ、特にアセットコルサ、まああんまりこうレース系のシミュレーターってあんまりやってないんですよね。一番最初にやったのがプロジェクトカーズ、プロジェクトカーズはプレステでやり始めたんですけど、プロジェクトカーズが出てそれを買って、あれは面白かったですね。プロジェクトカーズ1は本当に面白かったなと思う。で2が出て、で2でこうちょっと萎えて、なんか1の方が良かったんですよね。でその後まあこのパソコンを買って、でアセットコルサを入れて、でアセットコルサをやり始めてからはもうほとんどアセットコルサですね。あとまあレースルームも持ってるんですけど、最近レースルーム全然やってないですね。まあ最近ね、まあトラック系ばっかりやってるんで、まあレースゲームがちょっとおろそかになっちゃってるんですけども、
まあこうやってアセットコルサも流すのも楽しいですけどね。まあちょっとパソコンのスペック上ね、あんまり AI 車両出しちゃうとパソコンかなり重たくなってカクカクしちゃうんで、あんまり出してないんですけど。まあ来年はもうちょっとパソコンのスペックを上げられたらいいなとは思うんですけどね。仕事頑張んないといけないな。まあせめてグラボだけでもね、一応ねこう義理の弟がこう1080が余るんで、まあそれをね譲ってもらおうと思ってるんだけど、まあ今使ってるのが1070なんですけど、1080に変えてどのぐらい上がるかっていうところだと思うんですけどね。 1080Ti でしたっけ、スーパーはないですよね。 Ti だったかな。 Ti だったら多分ね結構1070とは、まあ、結構違いが分かるんじゃないかなと思うんだけど、さすがに1080だとそんなに違いはないのかなって感じはするんですけどね。でもとりあえずやってみようと思うんですけど、まあグラブもねもう少しね値段が下がってくんないとね、ちょっときついっすよね。なんか3060とかがまあ5、6万台だったらまあ買ってもいいのかなと思うんですけどね。まあよく言えば 3070Ti がいいですけどね。まあ RTX 3000番台欲しいですよね。さすがにねちょっとアセコルも最近なんかいろいろ入れてるせいなのか、まあ FPS が結構ね下がり気味なんですよね。もう首都高でも昼間だったらいいんですけど、昼間で今95ぐらいは出てるんですけど、これ夜になるとちょっと暗くしてみようかな。夜になるとねガコッと下がるんですよね。夜にすると70前半ぐらいかな。やっぱ20ぐらい下がりますね。でまあ今他の車両がないので、まああとねそんなに明かりがないから、まあ多分このぐらいキープできてるけど、結構首都高の内回り外回り C1 とか走ると、まあ、50台とかに落っこっちゃうんですよね。そうするとやっぱ多少カクつくんで、あんまりねこうよろしくないんですよね。今 GPU はもう 100% 張り付いてますからね。100% 張り付いて今70ですからね、ちょっときついですよね。だからあんまり首都高、まあ夜とかは走らないようにしてるんですけどね。まあ動画的にもまああんまり良くないじゃないですか。やっぱカクつく動画あんまり見たくないですもんね。でまああんまりねこう夜にはしないんですけど、今60台まで下がってきましたね。結構いい音するんですねこの GTR。 まだ乗ったことがなくてね。35GTR と同じエンジン、でもなんかちょっとエンジン音が違うような気がするけど、速い300出る、まあ、300出るんじゃない240。まああと今年まあこのね環境の中で大きく変わったっていうのがやっぱりこのハンコンですかね。ハンコンがやっぱり変わったっていうのがまあ一番大きなところかな。まあシフターはね以前のまま、まあロジクールのシフターを使ってるんですけど、ハンコンまあしばらくね使ってみて、まあちょっと思うのはやっぱりかなりいいですね。
まりなんかいい感想を言えないんですけど、まあまずやっぱり静かですね。その動作音がすごい静かですね。であとやっぱりフィードバックもすごくなんかなんていうのかな、滑らかって言ったらいいんですかね。ちょっと語彙力がなさすぎてうまく説明できないんですけど、すごくね、あの滑らかにこうフォースフィードバックが効いてくれるような感じがしますね。 G29 だと結構ガタガタ言いながらこうガクガクってこうフィードバックが効いてくるような感じなんですけど、これはなんかやっぱりベルトドライブのやっぱりせいなのか、すごくなんかスムーズにこうフィードバックがこう体感できるっていうんですかね、そんな気がしますね。まあ特にやっぱこう静かなのがいいですよね。この首都高のつなぎ目とかでも結構 G29 だとガチャッガチャッってこう音がするんですよ。こうギア同士がこうガコッガコッってこう歯車が合う時の音っていうんですかね。それが、まあ、今ねマイクこの上にあるんですけど、マイクがねこう拾うわけですよね。だそうするとやっぱりこう見てる方はね、うっせえなガタ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 みたいな感じになるじゃないですか。いやそれがちょっと気になってて、まあ、自分的に気になってて、なんかちょっとあんまりこう G29 で激しいこう道路とかを走らないようにしようみたいな、まあそういうのをねちょっと気を使ってたんですけど、まあ T300RS に変えてからはもう全然気にしないで、まあどこでも走れるなって感じはしますね。フィードバックのこの分かり方がいいですよね。まあ今こうちょっとこう振るとG29 使ったことある方じゃないとわからないと思うんですけど、結構ガタガタなんですよ。その動きがガタガタするっていうんですかね。なのでまあそれから思えばすごく、まあ少しね G29 より、まあ、値段的には高いんでしょうけど、まあ少し高い分のその恩恵はあるのかなとは思いますね。まあそのガタガタいうのは私の反抗がもうボロいからっていうのもあんのかもしれないですけどね。でもなんか買った当初からそのガタ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 言ってたような気がするんですけどね、ちょっといまいち覚えてないんですけど。だからまあレースゲームなんかやるとやっぱりそのフィードバックのこの違いっていうのがよくわかりますね。まあユーロとかメトラやってる時はそんなに全然もうあまり変わんないぐらいだと思うんですよ。その体感的にはほとんど、まあ、どっちがいいっていうのもあんまりなく、でもやっぱりこういうレースゲームとかをやるとよくこう違いが分かりますよね。まあ、特にドリフトなんかする人だったら余計あの強く分かるんじゃないですかね。まあ、ハンドルの戻りがすごく速いと思うんですよ。この首都高のつなぎ目をこう超える時のハンドルに来るこのフィードバックが、まあ、実車とほぼ同じような感じで伝わってきますね。まあ、首都高はねもうアホみたいに走ってたんで、このつなぎ目のこのコトンコトンっていうのが、まあ、ハンドルに伝わってくるのが分かるんですけど、まあ、ほぼ同じような感じで伝わってきますね。主張しすぎないけどこのつなぎ目に乗ったなっていうのが分かる感じちょっと説明下手すぎてちょっと分かってもらえるかどうか分かんないんですけど、これが G29 だともっとガチャッガチャッってこうなんていうんですかね、こう自然じゃないこう作り出してる感が半端ないんですよね。だからこ
そういった細かなことがこう G29 とは明らかに違うところですね。だからまあこのハンコン買ってよかったなと思いますね。もちろんね、まあファナテックの DD プロとかさ、まあ欲しいですよ。ダイレクトドライブ欲しいですよね。こう体感してみたいなと思いますもんね。まあ6ニュートンとか12ニュートンとか、まあそれでこうニュルキタ全開で一周走ったら相当疲れるのかなとかねまあフィードバックの強さはね、まあ変えればいいだけの話なんですけど、まあこれも今ちょっと強くしてるのかな、それなりに強くしてると思うんですよね。まああのツイッターのフォロワーさんで、まあこれの T500 を使ってる人がいて、まあその T500 のそのアセットコルサでのこのなんていうんですかね、フィードバックの強さの設定をの数値を教えてもらったんですけど、まあそれに1回したんですけどね、まあちょっと軽すぎかなって自分は思って、まあ少し上げたんですけど、まあ実際こう首都高を走ってる感覚としては、まあ今ちょっと重たいぐらい、このぐらいの方がまあ走りやすいですね。まあ、実際ねこう止まってる時なんかはね、こう止まってる時は軽いですよね。まあよく言うのがこの止まってる状態でハンドル切って、このハンドルじゃねえ、タイヤがねじれる感じっていうのはまあちょっと感じられないですね。これだとこうぐにゅってこうゴムがこうよじれるじゃないですか。その時ってまあ一般のね、今の実車の乗用車でもやれば分かると思うんですけど、多少グヌってなるんですよね。その感覚はないんで、だからまあダイレクトドライブだとそれが感じられるらしいんですけどね。あと中国のメーカーが使ったハンコンが最近なんかあれですよね、話題になってますね。モッツァ MOZA モッツァかなというメーカーから出てるハンコンが結構いいらしいですね。まあもちろんダイレクトドライブで、なんかすごくいいらしいですね。なんか YouTube で見ましたけど、で値段もそんなに高くない多いですね。まあファナテックの DD プロと同じぐらいの価格帯なのかな、12-13万。まあこの なんていうんですか、この大元モーター部とハンドルを買って、それで11万だかかな。このベースの方が確か10万切ってるらしいんですよねなのでまあファナテックの DD プロとあんまり変わらないと思うんですよ。まあ DD プロもね、そのまあセット内容によってね、値段も変わってくるし、そのトルクの大きさによっても値段変わってくると思うんですけど、まあ大体同じぐらいの価格帯なのかなって感じはしますけど、まあモッツァっていうね、そのメーカーさんが出してるところをちょっと使ってみたいなと思いますよね。こうメーカーさん送っていただけないですかねいや送ってくんねえやな、こんなしょぼいチャンネル数じゃな。500人程度のチャンネルにはね、こう提供してくんないよねまあワンチャンあるかなってまあ一応言ってみるかみたいな一応宣伝しとくかみたいなうっかりこう送ってきてくれたら嬉しいなみたいなまああのちゃんとあのヘッポコですけどレビューしますんで、よろしくお願いしますまあね、まあ上を見たらキリがないですからね。
まあ自分の今このゲーム環境、まあ、で見るとまあ十分 T300RS でも全然満足ですし、まあやっぱりドリフトする人なんかだとやっぱりダイレクトドライブの方がいいみたいですよね、やっぱりね。まあ自分ドリフトしないん で今んとこ、まあ、2ル2周全開で走って、まあ熱だれは起こしてないし、フィードバック抜けも起きてないんで、まあ今のところはまだ大丈夫かなって感じですね。まあそれがね、このスラストマスターはまあ T300 とか、まあ、T500 なんかもそうだと思うんですけど、やっぱりこう熱暴走とこうフィードバック抜けがやっぱり一番怖いですよね。だからみんな結構改造してファン追加でファンつけたりとかしてるらしいですからね。まあそこまでやっぱりドリフトとかしない限りはそんなに負荷かかんないからなのかな。ね、そんなにさハンドルがくる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 回んないですからね。まあ実際こうやって普通に走っててもそんなハンドルがねくる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 こうやって回るわけじゃないかな。まあそんなに熱暴走を起こさない。まあこうやって、まあ、たまにねこうやって上の部分まあ触ってるんですけど。そんなに熱くならないんで、まあ自分の使用環境では大丈夫そうかなって、まあ、古くなってくればまた分かんないですけどね。まだね家庭そんなに立たないんで、まあ今からそんな熱暴走されてもねちょっと困るんですけど、まあ本当今年はこの300を変えたことがまあ一番私自身にとって一大事ですね一大事って変だけど、まあ、一番嬉しかったことかな。まあやりたいことね、もう言ったらもうキリがないんですけどね。まあ3画面にしたいとかさ、パソコンもねこうもうちょっとアップデートしたいとかさ、まあ、上を見たらもうキリがないんですけど、まあ一応なんとかね今の環境でこうやって遊べてるんで、ギリギリ遊べてるから結構ギリギリですからねまあいろいろいじくって、まあ、ギリギリ遊べてるぐらい、まあ、それを何も気にしないで遊べるぐらいになりたいですけどね。まあアセットコルサも最高のクオリティでやりたいですけどね、今結構下げてますからね。これクオリティマックスにするともうとてもじゃないけどもうカクついちゃってできないですからね。まあ普通のサーキット走ってる分にはなんとかいけるかなと思うんですけど、こういうやっぱり一行ってやっぱ描写数が多いんでさすがに負荷が相当かかりますからね。だからマックスクオリティなんかにしちゃうととてもじゃないけど、こう夜の首都高なんかはもう走れないですね。でも首都高の場合ってこう昼間走るやっぱり夜走りたいですもんね。なんか昼間だとなんかちょっと違うなって感じがしますもんね、こうやって昼間だと。まあ昼間は昼間でいいんですけど、なんかまあ首都高といえばまあ夜かなっていうまあ勝手なイメージなんですけど、夜のがいいですよね。だいぶ戻ってきたな。平和島か。ちょっとこの車全然なんかもうニュルでも走ってないし、なんかカットンで走ってないんで、ちょっとカットンで走ってみますかね。車で走んなくても、これ
だとお金もかかるし、まあ リスクだよね。まあもちろん首都高でねこんな走り方したら怒られますから、ね、やっちゃダメですけどね。まあサーキット行くでもねやっぱりお金かかるし、車いじればまたお金かかるし、維持にもお金かかるし、まあ、実車で散々走り回ってたんで、まあその部分は結構もう満足しちゃってるんで、だからまあシムでもね全然満足できちゃうかもしれないですけどね。すごいな、7速まであんだ。めちゃめちゃ速いっていう感じはしないけど、まあ音はいいですね。頑張って引っ張れば300までいくのかな、これ。次期 GTR はどうなるんですかね。まあ今3号は最終型になったけど、R36 が出るのかどうなんですかね。まあ出るとしたらハイブリッドとかになるかもしれないですよね、もしかして。まあカーボンニュートラルを目指しているところも多いでしょうからね。変わっていくのかなと思うんですけど、どうなんだろうね電気自動車ってね。まあ速いのは速いと思うんですよ。まあモーターだからね、こう0か100かみたいな。速いと思うんだけど、こう走ってて楽しいのかな。やっぱ、まあこれは私の感想ですけど、こう音って結構大事だと思うんですよね、エンジン音って。それで結構もう高揚感っていうか、まああると思うんですけど、まあ自分プリウス乗ってるんですけど、まあプリウスだとほとんどエンジン音ね聞こえないですからね。まあ全然ねこうプリウスで頑張って走ろうなんて思わないけど、まあモーターだとねもっと静かですね。こう何年か前に海外でなんですけど、まあ、テスラの車に乗せてもらったことがあって、いや静かですよね。まあ当然っちゃ当然なんだろうけど、ほんでもって速い。加速が速い。エンジン付きの車がねえ、まあ何十年後かに向けてなくなりつつあるんでしょうね。多分なくなっていくんでしょうね。もう全て電気自動車みたいな、自動運転みたいなさ。いや自動運転は欲しいですよ。もうね、まあ結構まあ日本にいる時は、まあ、結構東京での仕事が多いのでほとんど車で行くんですけど、ほんと自動運転欲しいなと思う。
楽じゃないですか。もう最近ちょっとね、もう運転するのもなんかちょっと億劫になってきてる、ね、まあ移動のための運転ね、まあこういう運転ではないですよ。まあこういう運転は楽しいんですけどね、こう移動のための運転がちょっとね、だんだん億劫になってきてる、ね、でまあオートクルーズついてるんですけど、もう必ずオートクルーズかけますからね。まあうちのプリウスはね、まあ、今の現行型じゃないんで1個前の方なんで、あの前の車についていくようなオートクルーズではないんですけど、いやでもね、オートクルーズあるのとないのとでは全然違いますよね。もうオートクルーズなしではもうね、多分だるくて乗れないですね。だからもう自動運転がいいな。まあ、自動運転でなんか暴走されても嫌だけど、まあもうちょっとね、こう精度のいい自動運転がこうつくようになったら、まあ欲しいなと思いますけどね。これって向こう島行けないよね。これ向こう島線には入れないね。確か。気にしたことなかったけど、ああ行けないよね。そうだよね。これ中央環状とかも走ってみたいですよね。中央環状好きで、まあ、今のところで向島線に乗って、でそれでまあ中央環状に出てまた湾岸に出てくるっていうルートもやってたんですけど、昔結構中央環状好きで、まあかこの9号の深川線か、まあ、どっちかっていうルートが多かったんですけど。まあ自分が作れないからね、こんなそんな欲張りを言っちゃいけないんですけど、中央環状欲しいですよね。いやーここも散々走ったなー。だいたい今走ってきたルートですね。こうまあ辰巳湾岸辰巳からまあベイブリッジ、まあ大黒で U ターンとか、まあさっきはね、まああのあっちまで行っちゃったんですけど、本木の方まで行っちゃったんですけど、大体大黒で、で横羽線に入って横羽で戻ってきて、で C1 外回り走って、でまあ9号深川線に入って、でまた湾岸に戻る、まあ、ルートだったんですけどね、がまあ個人的にお気に入りルートでした、ね、あんまり逆回りはやったことないですね。だいたいこの外回りっていうんですかね、外回りが多いですね。時間帯によってはもうここ全開でしたね。
たい今ぐらいのスピードをキープしながら走っていく感じですかね。でまあ誰かとバトルすることってあんまりなかったんで、もうほとんど一人で、まあ、楽しんでる程度だったんですけどね。やっぱりいつ走ってもいいですね、この道路は。だのんびり走っても結構楽しいですよね。と、まあ、この湾岸エリアで仕事することも多かったんで、昔は、まあ、トレーラー乗ってた時、まあ、海上コンテナだったんで、まあ、仕事でもねこのルートってよく使ってた道なんで、好きですね、このルート。で、この東京港トンネルを全開で、で、ここが怖いんですよね。で、ここら辺で一回跳ねるんですよね、ここに。それが結構怖くて。何キロ出るかやってみますか、この GTR。 300いっちゃないかな。この伸び方からすると300ちょっと難しいかもしれないですね。まだこれで250です。速で引っ張って、あ、伸びないな、ちょっときついかもしれない。ここから上りになっちゃう。こうなってました。
めっちゃ力入ってるからな。まあ、シムだとね、もう片手で運転できるっていいですね。変に力も入らないし。260かせいぜいいいと思う。7速に上げても全然伸びない、むしろ速度落ちる。チャンネルもね、こうやってきてよかったなと思うし、結構ね見てくれる方、コメントをしていただける方、まあ本当にありがとうございます。本当に、まあ、あとこう、まあ一つお願いなんですけど、こうモッドとかね、このモッドね、どこにありますかとか、まあ、あの質問してくるのはまあ大いに結構なんですけど、あのできればチャンネル登録だけはしといてほしいなというところですかね。チャンネル登録してからこうこの元どこにありますかって聞いていただけると本当に気持ちよく私も答えられるんで、まあ、私もね結構いろいろ探し回ってこう元とか探してくるんで、まあそこにやっぱり能力がかかってるわけですよね。まあ、結構めんどくさいですよ、結構ね、あっち探したりこっち探したりとか、まあ英語サイトだったりだとか。なのでね、まあ気軽にポンポンをねこう教えたくないっていうのも、まあ実際にちょっと内心ではあるわけですよ。まあ自分ね、まあ自分が使うからこう一生懸命探してくるわけですけど、
なのでまあできればね、こうチャンネル登録をした上でまあそうやって言ってきてほしいなと思います。だからまあ最近ね、あこの人チャンネル登録してないなと思ったら答えてないんですよ。前は結構答えたんですけど、なんか違うなと思って、でまあ自分もそうなんですけど、まあ質問とかしなくてもね、こうモッドのリンクが貼ってあるとこなんかだったら、まあ、チャンネル登録をして、でそのモッドリンクからモッドをまあいただきに行くっていう、なんか自分のルールとして決めてるんですよ。まあね、そうやって出してくれてるわけですから、まあ、ありがたいわけじゃないですか。こうまとめてくれてたりとか、まあ、YouTube とかでね、まあもちろんブログなんかでもそうですけど、だからまあ一つの礼儀としてチャンネル、まあ YouTube だったらチャンネル登録してくれると、やっぱりこう配信者もまあ私を含めて気持ちよくこう教えることができるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか皆さん。まあよかったら皆さんのご意見も聞かせてくれたらありがたいので、よろしくお願いします。まあね、もちろんチャンネル登録者数を増やしたいっていうのもあるんですけど、まあやっぱりね、こうモッドってこうなんか難しいところだと思うんですよね。まあ例えばこうモッドを作ってる人なんかは特にそうですよね。もう何もこうコミュニケーション取らずにモッドください、モッドくださいって言って来られたら多分嫌になるんだろうなって思うもんね。私だって思いますよ。まあそうやってね、こう嫌になって、まあ、モッド制作してもこう表に出さない人が増えたんだと思うんですよね。まあ、あとはモッド制作やめちゃった人とかもいると思うんですよ。だからね、まあみんなやっぱりモッド作る人だってその時間をかけてこう作ってるわけだし、まあ例えばこうモッドを探してきてこうね、モッドを使ってる人だってまあ時間かけてね、こういろんなところを探し回ってね、やっとゲットしてくるわけですから。でまあ中にはね、有料の版ももちろんありますから、モッドによってはね、まあ有料の場合はね、まあ有料で買えるところを紹介するだけですけど、もちろん私からはね、二次配布はしないんで、まあ、結構私ももっと買ってますね。でアセコルだと結構シェダーパッチなんかね、まああれパトロン製なんで、まあそこから買うんですけど、まあユーロとかなんでもね、こう有料で出してる、まあ、車両なんかも多いですから、まあ私の場合はほとんど無料のとこからね引っ張ってくることが多いんですけども、まあ、どうしても欲しい車両だったらまあお金出して買ってるんで、まあね、まあそういった能力っていうかかかってるわけですから、まあね、できれば、まあ、コミュニケーション取ったりとか、まあ、あとはね、最低限チャンネル登録するとかっていうのはしてほしいなっていうのが願いですよ、私の。まあ皆さんにね、お願いとして、まあ一意見として私も言わせてもらってるんで、まあ皆さんのね、ご意見がありましたら、まあぜひコメント欄で書いていただけたら、まあ今後の参考にしていきたいと思うので、よろしくお願いします。いやー、結局なんか2周しちゃったねこれ。まあ1周で終わる予定だったんだけどな。2周もしちゃったよ、なんかどこで終わりにしたらいいかな。C1 内回りからレインボーブリッジで湾岸辰巳かのパーキングかで終了、そんな感じかな。ね、パーキングあと、まあ平和島もあるけど、
渋谷線、新宿線どっちだっけ。ああ、こっから湾岸出てもいいな。こっから湾岸出ていこうか。それで辰巳でいっか。まあこの線はほとんど使うことないけどな。むしろ仕事の時は使ってたかもな。仕事の時は横羽線の生麦のところに、出口のすぐ近くにキリンビールがあったんですよね。でそのキリンビールに麦をこう持ってって、で大いに返却するんで、まあ今のルートで、まあ、この湾岸に戻ってくるっていうルートはよく使ってましたけど、あんまりこう走ってて今のルート横羽から湾岸出るときはあんまりこうこのルートでは来ないですよね。あ、こう多いよ料金所が。よし、ここから全開で行こう。東京高速トンネルで何キロ出るか。どん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 値上げしてて、まあ、いくらなんだろう ETC だから分かんねえな。あら、なんか随分邪魔なとこに止まってるんだ。皆さんこう出発しないんですかね。当たっちゃった。よいしょ。まあよく走ったな。あ、これじゃない。あれ。これじゃない。あ、違うって。あれ？どうすりゃいいんだこれ。よいしょ。あ、ねじれたままだ。これいくつだっけ？回転、あ、こっちこっちこっち、そう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 、
かっこいいですよねこれね、この GTR も。はい、じゃあ今日はねここまでにしたいと思います。本当にね、まあちょっと予想外にこう2周もしちゃって、本当に長い時間になってしまって申し訳ございませんで、まあ一応年内ね、まあ別にこれが動画収めっていうわけでもなく、まあ多分30、31日は出せない、まあ31日1日はまあ家にいないんで、まあ動画は出せないから、まあ予約投稿をしとくかなって感じですね。まあ動画はまああの随時上げていきますので、まあお正月ねこう暇な方ぜひ見ていただけたらなと思いますし、まあ正月の休み中にまあどっかでねこうまあライブなんかもやれたらいいかなと思ってるんで、まあ正月ちょっと暇だよっていう方はあのコメント欄で教えていただければ、じゃあいつあのライブやりましょうかっていう話になると思うので、まあ正月ねまあ暇な方はまあぜひ絡んでやってください。まあ自分も正月別にどこ行くわけでもないので、まあ多分せっせとゲームやってるでしょうというわけで、まあ今日はねここまでにしたいと思います。この動画が良かったと思ったら高評価の方、そしてチャンネル登録、あとコメントなんかも皆さんの声を聞かせてください。よろしくお願いします。それではまた次回会いましょう。ほじゃね、バイバイ。